先輩、ちょっと構えてみてください。夜叉の構え、ふざけないでください。ふざけてないよ。最大 MP が 20% 増えるんだ、この構え。何そのアビリティじゃなくてレシーブの構えしてくださいよ。どうよ。あ、先輩、聞き手どっちですか？聞き手わかんね。お箸持つのは？お箸、うちいつもなんだけど。なん、素手だろ。じゃあここから弾出しますね。来い。ふっ、すべからずすべからず。どうだった。その前に疲れすぎですよ、ラケット一回振っただけなのに。まあでもさっきよりかはだいぶマシ。先輩、聞いてます？ちょい待って、酸素吸う。じゃあ次はラケットにボールを当てましょう。オッケー、神に近く当てるよ。いきますよ。ジッ、ヤシャの構え出てる。ダメだ、全然ラケットに当たらない。何が悪いんだ。日本の政治が悪いせいか。人のせいにしないでくださいよ。まずはラケットという概念をきちんと定義してからさ。なんで急に哲学めいたこと言い出すんですか。こんなもん気合ですよ、気合。気合だね。いきますよ。じゃあかかってこいよ、こら。死ね死ね死ね。先輩、やかましいです。だって気合入れるって言ったじゃんか。言いましたけど。でもいいや、じゃあその方向性でいきましょう。ちゃんとラケットに当ててくださいね。死ねこらあ。確かにラケットには当たりましたけど、方向ってもんがあるでしょ。わざとじゃないのはわかりますけど。って埋まってる。なんで疲れた。疲れたからってそうはならないでしょ。さっきから疲れるの早くないですか。なんかこれ半身浴みたいじゃない。知るか。続く。ゆりちゃん見て、新しいラケット買ってった。それトイレを守ってするやつですよ。え、これラケットじゃん。だいたいそれでどうやってボール打つんですか。打ってる。一体何が。お弁当一緒に食べよう。は、気まずくないですか。何が。いや、1年生の教室に2年生がいると。でも普段トイレで食べてるしな。やめてくださいよ、悲しい嘘は。あ、そういえば今日はナスノが練習来るって。高宮先輩は。久しぶりだね、3人は。じゃあまた放課後ね。そこまだっすよ、ゆり。こんにちは。高宮先輩、ナスノでよろしくてよ。ナスノ先輩、どこ行ってたんですか。ガンデレの方に。ガンデレ。またしばらく日本にいることになりそうですわ。はぁ、って何してあるんですか先輩。ポート整備だよ。土えぐれてるじゃないですか。ここはジャガイモの種をまこう。どうせならイチゴとか可愛らしいの。いや、イチゴは面倒いんだよ、温度管理とか。そういう問題じゃないでしょうが。ナスノもいるし、たまにはダブルスの練習でもしようか。3人じゃきつくないですか。これで大丈夫だね。は、大丈夫大丈夫。大丈夫っつうか原理が。大丈夫だから大丈夫。じゃあ行きますよ。あ、ちょっと待って、金玉かゆい。ついてないでしょ。構え。今のは少し面白くてダメだこの人たち。で、この中心のところがスイートスポットって言うんですよ。スイートサッポロ。違います。甘くない。そうでしょうね。ねえ、帰りにケーキ屋に寄っていきます。ああ、いいですね。うん、美味しいです。店中のケーキを食べていいですわよ。ここの経営は私の父が握っておりますので。この味どこかで。うーん、あ、これガットの味だ。うどうしたのゆりちゃん。どういうつもりやなか。俺ですか。大丈夫、これで治せる。大丈夫だから大丈夫。続く。坂東まりも先輩、テニス部の2年生です。元気で綺麗で優しくてとってもいい先輩なんですが、変態なんです。いや、何もしてへんね。そのおらー、ちょ、待ちなさい。なんで被ってたんですか、私の下着を。いや、食べよう思って。ちゃうねん、パンはパンでも食べられないパンはってなぞなぞよくあるやん。意味がわからないです。映画で革靴を食べたチャプリンみたいだ。カナエ先輩は黙っててください。止血や止血、包帯代わりに使おうと。話をですか。その後も変態的行為はエスカレートしていきました。そっちの毛があるんじゃなくて。そっち。マリモはあなたのことが好きなのよ。バイクじゃない、ラブの方で。マリモちゃんなりのスキンシップじゃない。抱っこしてなでなでする感じで。私は恋人ですか。ただのスキンシップならいいんだけど。お前のことが好きやったよ。なんてことになったら。あ、ゆりちゃん。マリモ先輩、ちょっと来てえな。先生に頼まれてな、プリント運ばなあかんねん。百科事典を写す宿題やからな。大丈夫ですか。かまへん、うち力あるから。投げ返し早っ。大丈夫ですか、マリモ先輩。なあゆりちゃん、うちにベタベタされるの嫌か。別に嫌ってわけじゃ。うちな、ほんまは苦手やねん、人と話したりするの。ほら、うち体が大きいからみんなに怖がられてしまうんよ。せやけどこうやってギュッとして喋れば、話をすることも苦手やなくなるんよ。たまになら、たまにならいいですよ、ベタベタしても。ゆりちゃん、パンツも食べてええんか。それはダメです。
で、翌日逮捕、やっぱ変態じゃねえか。続く。帰り道、みんなでカナエ先輩の家に遊びに行くことになりました。佐賀キュービンです。物とも出会え。普通にできないんですか。死体型の玄関マット紛らわしいのふりをしたお母さんです。なに、飲み物持ってくるからくつろいでて。じゃパジャマ貸して。騒ぎすぎでしょう。これ人の顔に見えなくて、実は私持ってますね。霊感的な金を。知らねえよ、金持ち自慢かよ。違いますわ、まずお金の話から。それ私じゃなくて柱の染みです。お待たせ。おいしいなこのお茶。あ、これ油っぽっと。大丈夫ですか。大丈夫や、ちょうどオイル切れやったから。ロボなの。カナエは普段どんな服を着るの。え、こういうのとか。なんすかそれ。この辺浮いてないですか。物理法則無視しないでくださいよ。つーか、どうやって着るんですかこの服。着てみる。あ、はい、着たら別の服になった。似合ってるじゃない。サイズが小さそうだけど。せやな、うちも着てみたい。サイズ的に厳しくなくて。そうか。いやでもうちも着てみたいな。なんでカタクナなんだ。破けた。言わんこっちゃ。アキレス腱が断裂した。そういえばこのシミは何ですか。あ、それ私毎晩こうやって寝てるから、はあ、でも私の部屋に4人もいると変な感じ。せやな、去年まではうちら3人だけやったもんな。いや私カナエの家に来るの今日が初めてなんだけど。このそれっぽい階層は何なんですか。何にしても4人になって前よりもっと楽しくなったと思うんだ。ゆりちゃんのおかげだね。そんな、これからもよろしくね、ゆりちゃん。はい、こちらこそ。お邪魔しました。お邪魔しました。私と学校で。あれ、サイト。ここ私の家じゃない。続く。練習相手として不足かいな。うんこみたいに下手くそですからね先輩たち。果たしてそれはどうかしら。あなたより私たちの方が劣っているか勝負よ、ゆり。あれ、今うち縮んでへんかった。元に戻りましたわ。オープニング。じゃあ早速対決に移ります。お題はこちら、桜に関するダジャレを3つ言って。大喜利ですか。カバディ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 でもないです。カバディカバディ。しかもルールよく分かってないし。なんなんですか。なんでテニス部がテニスで対決しなきゃいけないんだよ。行った瞬間矛盾してる。アホ二人は置いといて行きますわよ、ゆり。アホ。はい、初めてかも、那須の先輩の本気。はっ、リフティンオール。今の点入るんですか。ハイブリッドルールじゃなくて。ハイブリッド。では本気を出して差し上げましょう。この重り一体どのくらいかお分かり。1キロくらいですか。残念、正解は10万円でしたよ。値段は知らないですけど。これを返せて。ご褒美ちゃん。わざわざ何の点ですかって。いいでしょう、ウィンブルドン陽性ギプスを外して本気。もういいですよ、パンチじゃねえか。分かったでしょ、これからもっと真面目に練習してくださいね。はーい。もっと腰を出してください。ボールアップ。アニメとしてつまらんな。いや真面目にやってるしこれでいいのか。続く。大型プール。うん、駅前でチラシ配ってた。うん、私も駅前でこれを。え、なんすかこれ。さらしじゃない。やったがお腹に向くやつ。意味わかんねえ。うちも駅前でもらったわ。なんや、生温かい。生温かいって近所のガキじゃないですか。誘拐ですよ普通に。いや、もしかしてこの子座敷わらしじゃ。知らねえですよ。ダジャレやめろ。ということでプールに行くことに。どういうことだよ。あ、雨天決行すんのかよ。でも見て、ゆりちゃん貸し切りだよ。雨の日に屋根のないプールですからね。そりゃそうだ。那須の先輩何か言ってくださいよ。確かに少なくはないですわね。いや、そっちじゃなくて、ウィンブルドンでも雲を散らしたりするらしいじゃん。ああ、ドライアイス使って。思い出すようなテニスネタ。ちょっと聞いてみますわ。すげえ。大雨の予定が晴れの予定に変えさせられ変わりました。妻と子供だけは。だそうですわ。妖怪でどうすんですか。たまる。知ってる、北極圏だと外気より水の中の方が暖かいんだよ。それに近い状況ですよね。今プールでおしっこしてまう子供とかおるやんか。あー、いますね。ふぅ、したのか。まゆむちゃん、あっちにウォータースライダーある。なんやって、行くぞ。シルト危ないですよ。ったく、何してるんですか、那須の先輩。焼いてるのよ。は？ちょっとそこのオイル塗ってくださる。え、サラダ油ですよこれ。高級サラダ油ですわ。よし、おな行くで。うわー、人うちの屋根じゃないっすか。もう一回やろう。やんな。待って、止血させてーな。もう風邪ひいちゃいますよ。大丈夫大丈夫、大丈夫。だから風邪ひかないから。なぜ私だけ。続く。新入部員を増やそう。今のまま部員が4人だと打ち切りに。ということで、何かいい案ある方。雇いましょう。マネーパワー。ほな、ビラ配りは。
じゃあビラと一緒にビラビラも配ろうよ。ビラビラ？ビニールの紐を裂いて作るやつやろ。なんですかそれ。ライブとかいかが。なんでテニス部がライブをするんですか。弓でこう弾けば綺麗な音。それも違う部活ですよね。それだと弓道部になっちゃうね。その要素は弓だけですけど。やっぱりテニスの楽しさを教えんとあかんやろ。じゃあ皆さん、テニスのどこが楽しいですか。はいはい、私はね、新品のボールの缶を開けるときがすごい楽しい。それ競技と無関係。真夏の暑さと土の匂いの中、ひんやりとした高級感漂う缶を取り出して、キレのある辛口。何飲んでるんですか。テニスボールエキスや。うえー、ろくな意見がない。ではビラを配るぞ。ダメでしたわね。ごめんね、1年生がゆりちゃん一人だけで。え、もしかして私のために。せやねん、ほんまはうちら全員留年しててまだ1年やねん。えー、マジっすか。嘘や嘘。先輩たちだと嘘に聞こえませんよ。おい、どないやねん。でも、ほんと楽しいです、先輩たちと一緒にいるの。わあ、嬉しいよゆりちゃん。ええ子やなゆりは。どこ触ってんですか。結局打ち切りとか廃部とか。まあ来年になったら新1年生が入ってくるした。そうですね。でも先輩たちを独り占めできなくなっちゃうのか。え、なんでもないです。打ち切りじゃなく続く。おとんの誕生日。なすのも人の子やったんやな。どういうこと。どんな人なんですか先輩のお父さん。そうね、フライドチキン屋を思い浮かべたらそこにある人形が私のお父さんのよ。すごいですね。おもろそうな人やな。違うの思い浮かべてますよね。悩みますわ。プレゼント、例えば手作りのケーキとかクッキーとか。うちあっぽんかな。私しいたけ。あーもう。ただいまよりなすののお父さんの誕生日プレゼントに手作りでお菓子を作るプロジェクト始めましょうよ。で、何作るの。これかしら。なんでも幸運は嬉しいよな。古代人ですか、あなたたちは。本当はこちらですの。どら焼き。お父様が普段口になさらないものと。よし、じゃあ調理開始だ。まず今年の絵本を調べ、ドラを激しく打ち。先輩料理できないんでしょ。ドラで答えないでください。うちが教えたるわ。包丁の持ち方やべえし、なんでドラの肉。よし、ゆりちゃんが新妻になるまで待とう。なんで。いつ結婚する。今のケーキ屋さん。私が呼びましたの。あ、どら焼き。そうそうそうです。すいません無理言って。いえいえ、ケーキもらってますか。やめてください、リアルな話。何してるんですか。屏風から出てきたドラを捕らえようと。せや、端っこの方でやってもらえますか。お下手くそですね、私って。あなた代わりに。ダメです、自分で作ってください。でも心を込めて作れば必ず美味しくできますよ。できましたわ、うん、美味しいです。本当よ。さすが私ですわね。どこにおるんや、おとん。そろそろですわ。ん、あれは。うわぁ。はい、お父様。おお、ありがとう、我が娘。そっちかよ、絵に関係ねえ。続く。坂東マリモです、よろしいお願いします。あ、君背大きいね。ほんまですか。第二形態なんですけど、まだ。第二。豚丼屋のバイト経験はないです。ないの。この豚野郎ってどうか聞かれたことならありますで。どんな体験だ。あ、店長、うち関西出身なんですよ。わかるよ、推理する間もなく。今では歩行で、その後兵庫に移って。北欧。人と豚のハーフなんですわ、うち。嘘をつくな。そろそろ真面目に仕事せんとあかんのちゃいますか。その言葉そっくりそのまま君に返すよ。髪を縛ってね。引っ越し縛りですか。髪を縛れ、髪を。休みの日は魔法使わないで FF クリア。ゲームの縛りプレイでもねえ。はじめはカウンターね。オープニングムービーは FF の話じゃないから。食券を受け取ってキッチンに伝える。役者っすね、任せてください。チェック。ディーラーか。本当に真面目に働く気あるの。胸ポケットから大豚丼が。うるさい。今度はキッチン教えるね。教えたくないけど。もう冗談きついっすわ。まあ包丁使ったりはしないから、よっぽど変なこと。どうした。何が。 G ですよ、 G。 ゴキブリは出るよ、いくら綺麗にしても。出されちゃ困るんですよ、ほらそこ。ゴールデンオークワガタが。やっぱクビですか、うち。うん、残念でもないけど、君には向いてないよ、この仕事。うちお金が必要なんです。なんでお金がいるの。実は、父が病気なんです。仮病という病気で。おい、いい加減にしろ。あんたは遊ぶ金欲しさです。君が言うと犯罪者みたいだ。すいません。はぁ、あ。食べていいよ。でも、うち食券買うてませんけど。いいって一杯ぐらい。僕店長なんだよ。食券乱用ってやつっすね、食券だけに。黙って食え。どう、おいしい豚丼は。って泣く音だった。大丈夫。店長、この豚多分うちのおかんですわ。嘘つけ、この豚野郎が。ってなことがこの間あったんや。社会に迷惑かけるのやめましょうよ、続く。いやー、分かった、これがオフサイドドライブ。何関係ねえ。だって練習しろってゆりちゃんが。これはサッカーの練習でしょ。ザッケローニに呼ばれたら。日本代表には呼ばれません。あなたたち汗臭いわ。ひどいよ、体液の匂いがするだけなのに。なんかもっと嫌ですね。学校にシャワーがあるといいな。金を使えと。うちにええ考えがあるで。銭湯ですか。煙突高い、突き抜けてるんじゃない、大気圏。大気の層薄。あ、通るとか。かまへんかまへん、裸で帰ればええやん。何の解決。レンタルあるって。よかった。どうしたの、その帰りますわ、私は汗かいてないし。そうなん、今んと一緒に入ってこいや。おお。貸し切りや。久しぶりです、銭湯入るの。私は土日の19時から24時に入ってる。バイトのシフト。先輩、シャンプー取ってください。はい。で、これ
めんつゆですよ。でも置いてあったよ。なんでめんつゆが置いてあるんですか。だから知らないって。うん、この水をよく見ると、そうか、流しそうめんだ、きっと。若水が生姜だし。食べる気ですか。ラズナ、背中流そうか。遠慮しときますわ。まあまあ、裸の付き合いや。背中綺麗やな、ナスナ。ありがとう。おとんの背中みたいや。微妙に嬉しくないですわ。うん、あったまるわ。つい最近似たシチュエーションが。なあ、これって何の絵なんやろ。うん、あ、これもしかしてパズルになっとるんや。なんで めっちゃ難しい。伸ばせますよ。あー、やっぱりいいですね、大きいお風呂は。うちのバスルームはもっと広いですわ。あれない。どうしたんですか、かなえ先輩。私のブラがない。どこ、マリモちゃん。うち今ならまだ執行猶予で済みますよ。うちちゃうってほんまやで。ごめん、私ブラ必要ないんだった。疑ってごめんね。えってえって。あれ、ない。今度はマリモ先輩ですか。うちのパンツがない。私自分で食べたんでしょう。何このさ。あ、そうや、うちパンツ履かへんのやったで。それはでじゃない。続く。浴衣ありましたか、先輩。うん、浴衣ならいたんだけど。誰。私、浴衣なんだ。等身だけ。浴衣半島から来ました。帰ってください、本当意味わかんないので。準備できたか。行くで。ナスの先輩、浴衣じゃないんですか。別にいいでしょ、着なくたって。ナスの着付けできひんね、アホやから。アホって。ごめん、お待たせ。見つけたよ、浴衣。いいじゃん。これ浴衣じゃないの。違います。スルメイカー。はぐれないように手つなごう、ゆりちゃん。せや、みんなで手つないで。カゴメ、カゴメ、カゴのなんかのストーリーは。よし、はい、とりあえずなんか食うか。今のは何だったんですか。バター飴に焼き鳥、リンゴ飴。お、金魚すくいや。金魚は食べれませんよ。誰も食うなんて。可愛いですわ。あれ欲しいの、取ってあげるよ。いやー。はい、そっちじゃありませんわ。何それ。モザイクのお前や。マリモちゃん似合う。少し疲れましたわ。せやな、花火まで座って休んでよか。じゃあ私、たこ焼きでも買ってきますよ。私も一緒に行く。あー、すごい列ですね。って、あれ、なんかボールペンとお金交換してますよ。チラップにしといた方がいいと思う。よし、今度はちゃんとたこ焼きじゃない。ややこしい。かなえ。ゆかたんで店やってたんだ。だから誰。そうです、でかさやきです。私の地元メッコは今マフィアがいっぱいで商売どころじゃないのです。大変そうだね、ゆかたんも。何者なんですか、本当に。ちょっと二人とも来い。え、どうしたの。あれ見てみ、ナスの弟。この人ナンパよ、ナンパ。でもすぐ帰っていきましたよ。ナスの誰や、あれ。あら、見てたの。うちの鉄砲玉よ。なんだそれ。おお、綺麗ですね。今度は連発や。ちょっと低すぎません。まあ、あんなもんじゃない。昨晩メッカマフィアと日本のやつの抗争がありました。続く。キリオシチマヤスをナイスショット。飛んだね。どうするんですか、ボールはあれ1個しかないのに。なんで1個しかないの。1人でボケとツッコミ。ボケたわけじゃないです。じゃあな、拾いに行くか。すごいジャングル。ポーランドゴリラに気をつけて。ポーランドゴリラ。どう気をつけるんですか。ガードを下げないように。立ち技で対抗。何ですか、この建物。これは旧校舎や。旧校舎。使われなくなったいわくつきの校舎よ。いわくつき。悲惨な事件があったんだ、戦争の時にね。戦争つか、何このワイプ。それは応仁の乱の時だった。当時学校生のねえし、それ以前の問題だし。あ、ボールあったで。ひよこ、どこがテニスボールなんですか。黄色くてふわふわやんか。じゃあタンポコやオムライスもテニスボールですね。黄色くてふわふわで。まあ100歩譲ってこれがテニスボールだと仮定して。いいや、私は一歩も譲る気はないです。テニスボール持ってました。いわくつきってやっぱり。そう、出るみたいよ。ほら、塩が盛られてますわ。ほんまよ、しょっぱい。舐めてる。バチ当たった。ギョ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 。早くボール取り返し行こうよ。怖いですよ、新しいボール買いましょうよ。ダメよ、ボール1個でもお金はお金。どの口が言うんですか。間取ってひよこボールで妥協するか。結局ひよこって言ってるし。すごい音だね。うちの膝がきしむ音やで。ベテランの野球選手ですか。これ床抜けたりしませんよね。だからフラグ回収早っ。大丈夫、マリモちゃん。大丈夫大丈夫、平気やで。足具に合ってますよ。はぁ、ほんまや、受けるな。ないですよ。ボールあったよ。かなえ先輩、後ろ。え、ローランドゴリラだ。ガード上げて首振ってます。どうにもなりませんって。逃げろ。みんな無事でよかったな。ってあれ、無事じゃねえ。この後根性で自分の体に戻ったのです。